ほら見て、ちゃんと引っ張れた。おー、気持ちよさそうですね、うん、取れるでしょ。鮮度のいいイカはこうやって綺麗に取れるから取ってあげる。みるみるランド、はい、レイナさんがここでイカをさばくそうです。調理長お願いします。まだ、はい、準備してるところです。イカ、そこいいの見つけちゃったんですよ。見てください、これね、どこだったか、青森、北海道。ちょっと見せてください、イカ。さっきもうちょっと黒かったんですよ、色が全体的に。で、この黒い方が新鮮でいいやつなんですよっていうのと、あと結構太ってて大きくていい感じだったから食べたら美味しいかなと思って。で、これお刺身とゲソとかはちょっとニンニクバター醤油で炒めてもいいし、あと肝は焼いてもいいし、なんかおつまみ系がいいのかなと思って今日は、うん、そんな感じで考えております。焼いてもいいか。そうですね、おつまみでもいいか、食わなくてもいいか、はい。では今何気に猫がね、車の近くを走っていることが分かりました。かわいい、見て、ピンクですよ、中までピンク。何が？この猫で。ああ、ナイフ、うん、借りたナイフなんですけど、超かわいい。これ電気どっかでつくって言ったよね。あ、つく、あ、つきますね、これは。明かりがつきました。やったー、あ、超嬉しい。いや、いい、ちょっとめっちゃいい、明るくなった。この暗い中で作業するのちょっと嫌だなって思ってたんですよ、見えないから。やっぱり綺麗にするときに見えないと、うん、なんだろう、綺麗になりきらないから。魚とかやるときはできれば水は出しっぱの方がいいです。うん、でサッと最初にぬめり取って、本当はね、塩ががっつりあるとよくって、うん、塩でやってあげると臭みとかこのぬめりが取れるから、本当はしてやるときは粗塩、うん、使うんですけど、まあ今日はないのでそれはいいことにします。で、ここのね、こう持ってくってやってあげると簡単にここが外れます。おお、スポッて抜けましたね。超すごくないですか、こんなにいい、ちゃんと気持ちよくスポッて抜けましたね。これもさっと洗ってあげて、で、ここにあるこの炭袋、ここからこうやって簡単に、おいらないやつに、で、全体的に洗ってあげる。本当、やっぱり塩があるとベストですね。で、もうこの段階で一回外しちゃおうか。この口みたいなところあるじゃないですか、これ口じゃないんですよ、うん、本当の口はここについてるんです、イカの口って。これね、これがイカの口、え、取れてる、これ、あ、そういう口なんだ、うん、これがイカの口なんですよ、カラスっても言うんですけど、こうちょっとカラスみたいな形してるから、これね、あの炭とか吐くときにやるやつなんですけど、ここを私は右利きなのでこっち側で持ってちょっと引っ張りながらやると、ここにこの袋の先っちょがあるの見えます、うん、これがあって、これはね、切らないようにして、そう、危ない、切れそうだった今、こう落とします。そうすると ほら根も綺麗でしょ、うんうん、で、このこっちの部分は洗って食べられます。これをもうちょっと白いのは残るかな、焼いちゃうからね、食べられるんだけど、これはちょっと捨てといて、で、あと、どっちからやってもいいんですけど、ここね、そうってやってあげると、これ目があるじゃないですか、はい、他は目は食べないんですよ。だから、こっちからやってあげて、目を、これね、うまくやってあげないと、ブシュってなって、この目の何、中のドロドロが出てくると、うん、始末が悪いです。だから、できるだけそーっと、この根元の方からこうやって、取ってあげると綺麗に取れる。ドロドロってなってるんだ、目玉の中。そう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 。で、これ綺麗になったでしょ。で、ここは口なんですよ。さっき言ってたやつ。はい、よいしょ。これをこのまま引っ張れば
簡単に取れちゃいます。で、この口のこの黒い部分ね、多分あの好きな人よく知ってるけど、ほらここがカラスのくちばしみたいに見えるの分かります？ほら、あー、ほん、うん、ね、だからカラスって言うんですね。へー、このままこれでも食べられるし、これ取っちゃってもういいかな。でも食べやすいのは取った方がいいから、どっちでもいいんだけど、こうやって外れます。で、上と下にこのカラスがよいしょくっついてて、生きてる時はね、あのこれで噛むからすごい痛いんですよ、うん、結構鋭いでしょ。あ、そうなんだ、うん、2箇所こうやってあって、これは上下でこうやって噛むようになってるんですよ。はい、これは捨てます。で、ね、この足には吸盤があって、吸盤にはこのプチプチがついてるんですよ。吸盤の、ほら見えるかな、これこの白い輪っか見えます？これプチプチなんですよ。あ、はいはいはい、これが全部一個一個についてるんです。だからこれがあると、なんだろう、歯触りも悪いし、もう食べられないところだから、これは塩とかでも見ながらこうやってしごいて食べて取っちゃいます。だから普通にみんなが食べてる状態の時は、これはもう取れた状態で調理されて出てきてる。ちなみにイカさんの足は、10本のはず、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 そう、10本ですね。イカは8だけど、イカは、あ、違う、タコは8だけど、イカは10です。はい、で、足は新鮮だけど、後でまあ炒めちゃうから、まあ、多少なんだろう、ついて残ってても大丈夫かな。この時も本当は塩でやってあげると、ぬめりとか臭みとかそういうのも取れるからいいんですけど、まあ、あと買う時にやっぱり鮮度のいいやつを選んであげるのがすごい大事で、そうすると鮮度がよく、美味しいものが食べられます。あ、手がかじかんできてうまく取れない。本当はね、ちゃんとザルとか用意して、こう終わったやつはそこにあげて水切りながらやるといいです。ほらね、すぐ白、あの色変わっちゃったんですけど、こうやって色が変わります。で、この真ん中にお腹の方から包丁ナイフを入れてあげて、で、よいしょ、こういう感じで、先の方を裂いてあげて、そうするとこんな感じになってて、しろがありましたね。そう、結構干してある状態ってこういう状態でしたね、うん、で、これも本当は取っちゃって、これをね、食べられます。私は食べちゃう、洗って、あの焼いて一緒に、これは火通してください。生じゃなくって。内臓系はね、ちゃんと火通した方がいいです。うん。火通しちゃえば食べられる。そうですね。で、中もよく洗って、この時も本当はこういうの取ってあげて、こういう余計なやつ、なんか糸みたいな、こう、まあ、皮みたいなやつは取ってあげて、で、あとやっぱり塩で本当は揉んであげて、ちょっとやってあげると、このぬめりとかも綺麗に取れていい感じになるんですけど、で、ここの真ん中にね、こうやって、お、こんな感じで骨が入ってます、イカは、うん、だからこれは取ってあります。今ちょっと途中で折れちゃった、すごい滑る。はい、で、さっと洗って、で、この皮を剥きます。で、剥くとき、まあ、塩とかある、そのままでもね、鮮度いいやつは結構つるって剥けるやつもあるけど、こうやってはすごい滑ってるから、こういうなんかキッチンペーパーとかでこうやってちょっとずつ剥いてあげます。よいしょ、簡単に、鮮度のいいやつほど剥がれやすい、ちゃんと。で、鮮度の悪いやつはこうやって持ってる間にブチブチ切れちゃうんですよね。ほら見て、ちゃんと、おお、気持ちよさそうですね、うん、取れるでしょう。鮮度のいいイカはこうやってきれいに取れるから、
取ってあげる。まあお刺身で食べないときは別についててもいいんですけど、ちょっと確か爪割れというかあまりこうなんだろう、うまく触れてないけど、まあ、万全の状態でやるといいですね。おすすめです。いいイカを買うことと万全の状態で爪が割れてない時にやる。そうそう、やっぱり爪割れてるのに力入らないんですよね。さっきちょっと耳の方も、まあ、本来剥けるし剥いてもいいんですけど、今日は、まあ、ちゃちゃっとやるのでそんなワイルドにいきます、うん、省きます。ちょっとね、耳はねやっぱり取りにくい。取れるけど、割とクワいいイカだから剥がれやすいですね。はい、こんな感じで。で、あとは切っていきます。洗って拭いて切っていきます。このぐらいにして、で、足のところ、うん、後で炒めるようにくるんでいきます、はい、うん、もう一回きれいに洗っておいて、たまにね寄生虫とかいるからそれはちゃんと取ってあげる。これはこれで後で焼きます。焼くぐるで、これは刺身に切ってしまいます。あとでアヒージョにちょっと入れてもいいし、うん、もう生で食べられるからどんな風にしてもいいかなと思うんですけど。美味しそうですね。美味しいですよ、これ。イカさん、いい北海道のイカさん。包丁なかったらできないから。イカ刺し、イカ刺し、あのね、今イカ少し、うんと、ライン入れて食べやすいようにちょっと隠し包丁というか入れてます。あんまりね、切れてないそこはご愛嬌で、あんまり切れてない。それをやることによって何になるの？少しね、なんだろう、イカって硬いじゃないですか。柔らかくなるってこと？うん、食べやすくなる、切りやすくなる。どっちでもいいです。やってもやらなくてもいいんです、これは。マストじゃないです。はい、で、もう端っこなんか切れてないかも。ああ、切れた。細めに切ってます。いいさばきっぷりですな。そうですかね、これ切れてない時もあるけど少しこうつまんで綺麗に盛るといいけど、ワイルドにいきましょう、ね、はい、盛り付け、はい、ドーン。こっちからやるかと思った。ちょっと、あー、そんなもらん、入らない、入らないですね。ここが
くるってならない。まあ、いや、調合は一応ということで、はい、でもなかなかいい感じに危ないせっかくさばいたのね、イカが落っこちるとか危なかった。そこくるってやるのがポイントなんだね。あ、そうそう、なんか可愛くないですか、こっちの方が。こうダラーンってなってるで引き締まりますよね、見た目が。ちょっと山ができるから、こう流れができるじゃないですか。もうこれ、もうこれはかわいそう耳切れてないじゃん、うん、いや、ここ使ったままでもいいことにします。こっち側に、はい、耳は耳で盛り方が最後雑になっちゃいましたけど、はい、出来上がり、はい、完成完成。